お疲れ様でございます。えー、今回はちょびっとね、デリケートな話題なんですけども、これはね、黙っているわけにはいかないなぁと思いまして、紹介させていただきます。えー、どうデリケートなのかというと、まあ18金と言いますかね、アダルトというかね、まあ、一部の方には非常に支持されている、そういったマーケットなんですけども、まあいわゆる昔で言うとね、南極2号とかって言い方をしたんですけども、ラブドールのメーカーの話なんですよ。 で、私が思うところ、今ご覧いただいている、オリエント工業っていうのがね、まあ東京にあるんですけども、これがね、世界一のブランド、世界一のラブドールメーカーだと思います。もう、すごいとこだと思いますね。ただやっぱり、こういったラブドールの業界にも、いろいろと競争もありますし、栄光清水があります。今、こういったラブドールっていうのはね、中国がかなり台頭してきて、安くて、 でねいろんなバラエティ豊かな製品を出してきてるんですよただ価格のことを抜きにしてクオリティで言うなら私はこのオリエント工業が一番だと思いますその世界一のトップメーカーたるオリエント工業さんが今回どんなニュースを出してきてるのかってことなんですけどもこれがね本当に非常にね日本の技術力がまあここまでかというふうなね後継者もいないのかっていうことなんですけどもちょっと配慮してみますね 緊急のお知らせでございます。突然になりますが、創業者であり、長年にわたり会社を牽引してまいりました、オリエント工業の代表が、体調を優先することを、すいません。決断し、引退を決定と。で、おそらく、これとともに会社としても事業を終了するということなんですよね。だから、オリエント工業っていうのが、これでもうね、えー、営業を終わっていくということでございます。ちょっと下の方に、どんな、 ドールちゃんがいいるのかお見せしますすすけどもこれすごいですよねあの芸能人の写真集と変わんないですよこれなんて石原さとみさんそっくりですよねいやこのぐらいのブランド力があってクオリティの高くって価格も高いんですけどもねいやこういったね製造業ですよ、うん、世界を股にかけた製造業が日本から去っていってねみすみす中国地方にこれからその 場所を売り渡していくっていうのは非常に残念なんですけどもまあ何とも言えないですよねまあいつ頃終了するのかと言いますともうすぐです9月20日にショールームが閉鎖になって工場も10月20日に最後の出荷をするってことなんでしょうだから注文するんだったら今なんですよでちょっとね画像の方ね本当に、ね、センシティブなんでお見せしにくいんですけどもトップページ横にずらしてみますねはいアウトレットセールがありますと ちょっとねちょ、見していいのかどうかわからないところが上下にありますけども。こっちはどうかなあ、以上ですね。えっと、こちらの安らぎとかアンジェとかジュエルとかベリーっていうタグをクリックすると、それぞれ製品が出てくるんですけども、いや、本当にね、すごいです。あの、すごいクオリティです。生きてる人間がそこにいるかのような存在感ですね。うん。で、まあ、一説にはこういったラブドールちゃん、1分の1人形がですね、 えまあ男性の恋愛とか結婚のモチベーションを下げているんではないかなというところもありますけどもいや乱暴な言い方するとね女性と付き合ったりとか結婚するよりもこういったあのラブドールちゃんが家に行った方が充実度が高いっていう風に感じる方もいると思いますそのぐらいのものになってきたんですよいや本当にねペアで写真撮ってみると彼女がそこにいるんじゃないかとかね生きてるんじゃないかみたいに思えたりとか最近はそのドールちゃんも。 自動でねこう動く機能がついたりとか、まあ、いろんなねあの着せ替えのファッションとかも充実してきたりとかして、うん、あのツイッターとかでね結構私たくさんのこういったラブドールファンの方フォローしてるんですけどもいや本当に楽しそうに毎日暮らしてるんですよねであの写真とかもセンスが良かったり、うん、何でしょうねその彼女と付き合えよって思うぐらいそのラブドールちゃんにプレゼントするセンスとか旅行したりグルメのセンスがいいんですよ いや、それだけのエスコート力があったんだったら、それはなんかね、まだまだ幸せにできる女性たくさんいるんじゃないかなというふうに思いますけども、ただね、うん、これも平たく言って、生身の女性を幸せにするよっか、まあ言ってみれば、疑似恋愛というかね、二次元から飛び出してきたような、もしくは映画のスクリーンから飛び出してきたような、自分の理想たるね、あのー、 ま、女の子のドールちゃん人形、こっちの方に思いをかけた方が、個人的に幸せって方が、ま、いるってことなのかなと、うん。昔で言うとね、昔で言うと、その、うるせえ奴らのラムちゃんにちょっと妄想を抱いてね、で、ラムちゃんのイラストとかを部屋に飾るみたいなところの、それのちょっとグレードアップバージョンなのかなっていうところはありますけども、まあ、あの TPE っていう素材とか、ね、シリコンっていう素材で作られているそのラブドールちゃんが、うん、今ね、すごく安価になってきてね、 まあそれこそ10万円以下とかで手に入るようになったりするわけですよでこのオリエント工業っていうのはやっぱ腰の入った金額でクオリティにも全然妥協がないんでねこのオリエント工業の代表の土屋さんっていうのがねえかなりこだわりを持って作ることとどうしても後継者を作って事業を成り立たせることを目的にするんじゃなくて自分の引退が。 えー、この日本のラブドールの引退だっていうふうに考えてらっしゃるのかなって、そのぐらいのこだわりを持ってやってらっしゃるのかなと思います。価格もね、70万、80万から120万とか130万みたいな、結構腰の入った金額のものなんですよ。それだけのクオリティはあると思いますけどね。はい。えー、ということでね、あの、詳しくはお話できないんですけども、このね、ラブドールちゃんすごいですよね、ほんと。ね、これ、一人暮らしの男性の部屋に、こういったね、あの、 まあ、ラブドールちゃんが1体、2体、ただいまって帰ってきたら、これが迎えられるわけですよ。まあね、女性に言わせれば、ちょっと気持ち悪いのかもしれないですし、何やってんのってところになるかもしれませんけども、うーん、なんというかね、なんと言いますかね、人ともかんともですよ、まあ、これ以上のコメントは差し控えておきましょう。とりあえず、オリエント工業が創業をここで終わってしまうという、一代限りの世界一の会社でしたと。 日本の製造業もこうやって一つ一つ終わっていくのかなっていう風なね、ノスタルジーとともに今回、この動画を終わっていこうと思います。はい。お疲れ様です。